終わっちゃって。 そう、ダンス練がマジで早く終わって、そうなので、早く終わった分稽古場でみんなとしゃだべって親睦を深めた。 こんばんは、楽しかったです。お話し会楽しみ。あ、そう、お話し会、ニューシングルの発売に先立ちまして、お話し会の日程が発表されました。なんか今回めっちゃさ、日数多くなかったですか？ 6 月の後半の二十何日にあるやつだけ出ないんですけど、それ以外全部参加ということで、嬉しい。つなちゃん、ありがとう。おめでとうって伝えとくね。33部もある。えぐいて。とめさん、ギフトありがとう。33ってえぐない？今回みんなでも増えたのかな？みんなでもきっと増えたんだろうね。それに乗じて増えたと思うんですけど。33。不安だ。不安だね、33部もあるとね。めちゃくちゃ、かそってたらどうしようっていう不安が、ちょっと出ちゃうぐらい多いですね。でも嬉しい。ぜひ皆さんお話し会に来て、楽しくお話しに来てください。お願いします。まあいろいろね、舞台の話もできるし、まあいろいろあるでしょう、お話し会の前後で。 みんなと話したいことたくさんあるので、ぜひ来てください。お願いします。今日はなぜか半袖です。マジで謎。ちょっと肌寒いもんね今。 上着まーす。 よいしょ。 こんばんは。上着まーすの上のゴツさえぐいんやけど、マジで半袖寒かった今思ったけど、今日これでお出かけっていうか、今日これで稽古場行った。寒っと思って、しげさんこんばんは。お話し会で初めてサリンと話す、嬉しい、お待ちしております。こんばんは。成人式のグッズが揃えてきて、タペストリーが想像以上に大きくてびっくりした。まあ等身大だからね、大きいですよねきっと。こんばんは。なんかさ、稽古中はさ汗かくぐらい暑いから半袖で行くんですけど、そうじゃない時は寒いので、こうゴテゴテのやつ着て外を歩きます。これ着てるとね、あったかいんだ、下が半袖だったとしても。 こんばんは。ということでですね、このパンシェルジュ検定の試験が14、じ、違う、13日で、あと4日しかないんですけど、9、10、11、12。あと4日しかないんですけど、マジで覚えられなくて、今、困っています。マジ2級むずすぎて、なんか絶望してる今。むずない？って思ってる。なんか後ろの方のさ、その模擬試験みたいなやつ見てみたんだけど、全然分かんなくて、あ、全然分かんないわって思ってる。 あ、全然分かんないじゃんって思ってるんですけど、まあまあ、そんなこともありますよね。こんばんは。頑張りたいと思います。パンシェルジュのさ、教科書みたいなやつがさ、今3冊あるんですよ。えい。出てこない。なんだと？
全部美味しそうな表紙をしてるんですけど、こんばんは。これが去年まで使えた産休のテキストですね。でちょっと改訂しちゃったんですよ。なんで改訂版がこちら、今年使うのはこちらですね。そう、去年受けようと思ってたからこれを買ったんだけど、今年受けようと思ったら教科書が変わっちゃったので新しく買いました。頑張れるかな。まあまあ中身変わってないんじゃないかな。ちょっと見比べてないんで分かんないですけど、まずパンの歴史でしょ、パンの種類でしょ、パンの材料と道具でしょ、パン作りの工程でしょ、でパンとのパンの美味しく食べる方法と食品衛生。なんかあの章の内容は変わってないけど、多分細かいところもちょっと変わったんでしょうな、知らんけど。こんばんは、こんばんは。一級はむずい。一級はなんか小論文みたいなのを書かなきゃいけなくて、どうやったら合格するかが全く分かんないんですよね。でも、まあ、まずまだ2級を取らないと1級を受けれないんですよ。なので今回3級と2級を受けて、頑張れそうだったら次1級受けようかなと思ってます。でも小論文書くのむずそう。どうやったら受かるんですかね。ちょっと iPad 持ってくるわ。なんかさ、こう3級と2級は普通のテストだからさ、まあ何点以上取ったら合格みたいなの分かるけどさ、小論文ってもう何が基準なのか分からんくない？どうやったら合格するのかが分かんないから。次のシングルのお話し会参戦予定です。あ、嬉しい、お待ちしております。約束ですよ。コンシェルジュ1級ね、まあ、1級はねテストとレポートって感じですね。テストもあるんですよ。そう、普通にテストもあるの。1級は健康、未来学、サービス学などを加え高度な専門的な知識を問います。むずいやん、絶対絶望。こんばんは。ね、パンの未来って予測がつかないよね。何が流行るかとか全然わかんなくない？次何が来るなみたいな。ね。一級って どういう文章を書いたらいいんだろう。なんかさ、例文とかがあればさ、例文ってかこうやって何？例の作文、作地がなんていうの？こういうのが合格例ですよみたいなのが出てたらさ、あ、そういう方針で書けばいいのねってわかるけどさ、わかんないよね。何かどうやって書いたらいいんだろうね。まあまだ1級受けないんで別に別に何の心配もないんですけど、次別にテストなんで。
全然テストなんで、あれですけどね。マジ2級難しい。全然覚えられない。どうしよう。困ったな。今日は何の話しようかな。今日はで、なんか昨日の夜に、今日なんだ、でも電車の中でずっと本読んでて、稽古場で休憩時間に今日読んでたんですよ。でみんなに突っ込まれた。パンの本読んでんのみたいな。そんな好きなのってめっちゃおもろい。そんなにパン好きなのすごいみたいな。パンの本なんてあるのって いじってもらいました、みんなに。テストはね4日後です。やばいよね、4日後だよ。4日後なのにまだ全然点数取れないんだけど、マジで勉強しないと。なんか読んでるだけだとさ、入ってんのか頭に入ってんのか入ってないのかよくわかんないんだよね。難しいよね、ほんと。勉強頑張ります。なんか久しぶりにさ、まともに勉強してるからさ、脳みそがもうさ、元気ないんだよね。活性、なんだ、もっと学生時代とかに受けてればさ、脳みそも活性化してるからさ、もうちょっとこうすんなりいけたんかなと思うけど、全然脳みそがもう眠ってる。はじめまして、はじめまして、こんばんは。まあ4日もあればどうにかなるだろうっていう悠長な感じではいるんですけど、はい。どうにかなるかな。またスタバで勉強しようね。スタバはちょっと知識だけじゃなくてカロリーも入ってきちゃうからね。家で勉強が、家っていうか電車が一番頑張れるんだよね。電車の中が、電車の中マジでさ、他にすることないからさ、めっちゃ集中して読めるのよ。しかもちょうどいい雑音感、話し声とかはないけど、話し声とかがあるとさ、多分脳みそがこうそっちに、話してる内容にこう向いちゃったりして集中できないかもしれないけど、電車の中ってガタンゴトン、めちゃくちゃ音は結構うるさいのに、余計な情報が一切ないからマジで集中できんの。もうずっと電車乗ってたいよね。山手線とかにずっと乗って勉強するのが一番いいのかもしれない、もしかしたら。めっちゃ時間の無駄だけどね。え、東京から博多まで新幹線乗ればめちゃくちゃ勉強できそうで、新幹線は話し声が結構聞こえるんだよね。そうだから在来線、最近の在来線が一番いいかな。あんまり話してる人いないし、そう、混んでる電車だとダメなんだよね。混んでる電車だと割と喋る人いるから、空いてる電車だとマジでなんかみんなスマホに向かって生きてるから、マジでね勉強に一番いいよね。まあ一番だ、なんだろう、まあでも感染対策とかも考えると、家の中でもうなんか車内を再現した雑音のきっとあるだろう、 YouTube とかに。なんかちょうどいい雑音の音とか聞いてやるのが多分一番いいと思うんだけど、で家だとねちょっとこう携帯触りたくなっちゃったりするよね。不思議です、ほんとほんま不思議やな。
もうどうやって頭に入るんだろう。こんばんは。輸入小麦の政府販売価格がまた出た。まだ値上げするらしい。マジ値上げやめて。もうこれ以上、これ以上値上げしないで。ねえ、輸入品ってやっぱこう変動が結構あるからさ、大変だよね本当に。なんかこれミスってね、こういうやつか。でもさ、今日ネットで小麦強力粉 2.5 キロ注文したガチで買ってるやん。2.5 キロ買っちゃった。なんかこの前そうカルディで1キロ買ってきたけど一瞬で終わっちゃったから、まあ、2回ぐらい 2,3 回焼いたら終わっちゃうんですよ。だからちょっと1キロじゃ少ないなと思って 2.5 キロ買った。あとね、バターもスーパーに売ってるのって 200g とか150が多いんですけど、バタースーパーに売ってるバターって150ってマジで一瞬で終わっちゃうんですよ。だから 400g 今日買いました、ネットで。今日ネットでね8000円分ぐらいね買ったよ。パン用のいろいろ粉とバターと、あとなんかお菓子作りしたいなと思ってクリームチーズを1キロ買いましたクリームチーズ1キロって何って感じなんですけど1キロ買いました。あと何買ったかな、食材はそんな感じかな。あとあのパン焼き上がった後に網にのせて冷ますんですけど、その網を今1個しかこっちにないので、実家にはねあと3つがあるんですけどこっちに1個しかないんで1個買いまして、あとパン作り用のボール、軽いボールを1個買いまして、あとね何買ったかな、あとパン焼くときにそのオーブンの天板の上に敷くシートも買いました。そうでもそんだけ買ってさ8000円ですよ、送料とか入れて。意外とお得だよね。おすすめのドライイーストありますか。パッケージが赤っぽいなんか男の人がパンこねてるみたいな絵のやつが一番使いやすいです。さやはこんばんは。リップ変えた。変えてないよ。着実にパン屋に近づいてやる。まあそうですね、ピスタチオイチゴのスイーツが話題になって、あそうなの、ピスタチオとイチゴでも相性良さそう、美味しそう。8000円分のパンとかメンバーに配る。8000円分のパンを買ったわけじゃないからね第3回セリンベーカリーイベントだよ。まああの AKB カフェがもうないので実現不可能、かつこの情勢ではもしカフェがあっても無理サリンどんな格好でパン作ってるの。え別に普通のいつもの服だよ。あんまりさエプロンしないからエプロンはつけないですね。でも手袋最近人にあげるように作るときはパンだけじゃなくてお菓子全部そうなんですけど手袋とマスクつけてやってるかな。そう、結構あの気にしてます。いやーなんかね、なんかそれで何かあっても嫌じゃないですか。私が保身のためですよ、保身のためにやっております。なんかあったら嫌だからね。やちさんギフトありがとうございます。
なんかみんなが喜んでくれるのが一番嬉しいですね。やっぱなんか一人の時自分が食べる用のパン焼く気にマジでならないんですよ全然。たまになるけど、焼いてもまあ美味しいなで終わっちゃうけど、人にあげるってなるとマジでもう焼きたくてしょうがなくなっちゃう。パン焼きたくてしょうがなくって今日ネットで注文しちゃったもんね、生地とかの材料になるもの。そうマジで多分人を笑顔にするのがすごい好きなんだろうね。そうアイドルという仕事に通ずるものがありますよ。人に喜んでもらうのが多分好きなんやろうなって。で次持ってくパン何にしようかなってね今日悩んでたの。クリームパンかなみたいな。ちょっとメロンパンは大変すぎるからクリームパンかベーグルかなって感じ。何がいいかな。でもクリームパンの方が、あどうだろう、悩ましいですね悩ましい。ね、ベーグルいいですよね。ベーグル作るならなんかレーズンとかくるみとかなんか入れたいなって思っちゃうから、そうなるとクリームパンの方が作りやすい気がする。家にある材料だけで作れるよねクリームパンだったら。レーズンもくるみもないからな、うちに今ちょうどくるみ切らしちゃった。1ヶ月くらい前まであったんですけど。こんばんは。眠くなってきちゃった。この時間ダメだな。稽古あった日のこの時間って本当にダメだな。まぶたが落ちようとしてくる。で今日はあれです、何、昨日とかまではなんか目覚ましより先に目が覚めちゃって、うわーもっと寝れたのにみたいなのがあったけど、今日はマジで10時に目覚まし鳴らして10時に起きたんで、あの多分疲れてたんやろうなって思いました。そうしっかり寝た、寝れ久しぶりに寝れたから相当疲れ溜まってたんやろうなって思いましたね。でモースとかでパン屋さん修行企画やってくれないかな。え、マジでやりたい。なんかもう3日ぐらいさパン屋さん住み込みとかでさ、なんかもう修行させてほしい。もうめっちゃ早朝から3時とかに仕込みから手伝うみたいな。え、全然やりたい。1日修行とかでもいいから本当にやらせてほしい。なんかパン屋さん体験みたいな。うわー夢ある。絶対頑張れるじゃんそんな。こんばんは。なんかこう検定のさ表紙のパンとかを見てさ、なんか作れそうなんないんかな。これどうやって作んのこんなの、全然わかんないや。作り成形の仕方がわかんないやつめっちゃある。難易度高っ。こんだけ作れたら楽しいだろうな。全部美味しそうなんだけど全部美味しそう。うん、これ表紙と裏一緒か。一緒だった。美味しそうだ。こんばんは。なんか手また荒れてきちゃった。洗い物いっぱいしてるからか。こんばんは。チョココロネ食べたい。
心でね、なんか自分のあの自分で食べる分にはいいんだけどさ、持ち運びがむずいんだよね。チョココロネのパンって柔らかいじゃないですか。だから紙袋とかに入れたら絶対潰れちゃうんだよな。一応チョココロネ作る用のあの円錐みたいなやつ持ってるんだけどねちゃんと持ってんのすごくない？一応作れる準備はあるんですよ。チョコ練り込んだマーブルっぽいパン、あ、美味しいですよね。こんばんは。今日受験でした。お疲れ様。こんばんは。なんだろうな。何でもクリームパンがやっぱ一番いいような気がしなくもないが、どうだろうな、悩ましいですね。クリームパン作るときカスタードクリームは手作り？カスタードは作るもんだからね、私の中ではそう、小麦粉たくさんあるとカレーにはまったとき自分でナンを作れそう。ナンさえ作れますよ別に。みんなに振る舞ったことあるしね。ナンはでもヨーグルトが必要なんですよ、ナンを作るには。でもヨーグルトさあ、うちは常備してないから、ナン作りたいってなったときに一回スーパー行かないといけないそう、うわー何食べたいって思っても、うん、ヨーグルトがないあってなる、よくあるあるあるですね。こんばんは。あとは私がもっと裕福だったら明太フランスとか作りたいですけど、明太が高くてって感じそう、明太フランスめっちゃ好きなんだけど、パン屋さんで明太フランスで絶対買うんだよね。そう、自分で作んないからそう、単になるヨーグルトだけ買っておけば低温調理器でたくさん増やせるんじゃない？でも低温調理器でさ何時間もかけて作るぐらいなら買ってきた方が楽じゃない？こんばんは。あとパン屋さんで絶対買うのは明太フランスと、あとデニッシュ系。そう、デニッシュも自分じゃ作んないから、基本やっぱさパン屋さんに行って買うってなると自分が作らない系統のパンになるねそう、この前ポンパドールで買ったのは明太フランスとなんか栗のデニッシュみたいなやつを買ったんですけど、どっちもねさえ作んないやつだったね。やっぱ作れるパンは作ればいいかと思って買わなくなってくんだよね、だんだん。なんか自分が作らないやつを買う。でもあ、そうさっき
パイ生地も買ったんですよ、冷凍のパイ生地。そうそうそう、忘れてた、冷凍のパイ生地を買ったので、パイ生地が届いたらデニッシュ作れるんでね、デニッシュ作ろうかなと思います。そう、ポンパドールって初めてこの前行ったんですけど、すごいなんかいっぱい種類あったし、なんかワクワクしためっちゃワクワクした。クロワッサンもパイ生地使う？パイ生地はね、パイ生地使うとね、クロワッサンっぽいものはできるんですけど、あのパン屋さんによってはもう完全にパイ生地でクロワッサン作ってる店もあるんだけど、厳密にというか、なんて言うんだろうな、厳密に言うとパイ生地じゃないんですよ。そう、パイ生地もクロワッサン生地も作るのがお肉そうめんどくさいんで、デニッシュもバカ大変で、なんか自宅で作るようなものではないいやもちろんパン作りにもっと私以上に凝ってる人なんて世の中に5万といるので、作る人は全然いるとは思うんですけど、あれは作るもんじゃない、大変すぎる。そう、もう生地作るだけで何時間かかんのみたいな手間のかかり方なので、ちょっと作る気にはならん。こんばんは。こんばんは。めっちゃ眠いぞ。元気出していこう。こんばんは。パンの種類でもじゃあ今見てみますか。あ、なんか落としちゃった。パンの種類を見て何作るか今考えよう。じゃあまずフランスから。フランスはよくみんなが見かけるあのフランスパンと呼ばれるバゲットですね。パンドミ、あ、食パン、クロワッサン、パンドカンパーニュ。イギリスのパンマジ全部美味しそうなんだよな、大好きこういうの。こんばんは。イタリア、ロゼッタ。ロゼッタってパンめっちゃおしゃれじゃない？バラって意味ですよ、ロゼッタって。バラっていうパンめっちゃおしゃれじゃない？形も可愛いんだよ、見た目がねバラに見えるからロゼッタって名前なんですけど、可愛い。ピロシキ、ピロシキってそれ食べたことないんだけど、みんな食べたことあります？ロシアのパン美味しそう、名前だけ聞いたことあるけどピロシキ食べたことないや。絶対美味しいじゃん、カレーパン的な感じですよね、見た目だけだと。あとはドイツ、プレッツェル。プレッツェルもさ本物食べたことないかも。プレッツェル型のお菓子は食べたことあるけど、風呂敷食べたことある人いっぱいいるじゃん、いいな。イギリス、イングリッシュマフィン、これ絶大にうまい。スイス、テッシーナブロート、これマジで名前覚えられないやつね。テッシーナブロートって何？聞いたことないんだけど、マジで。ビューリーブロート、スイス語でブロートがブレッドの意味なんだろうね。オランダもブロートって言うんだ。この辺はなんか言語が似てんのかな。ダンスクルーブロード、これね覚えられないやつ、これデンマークですこんばんは。ダンスクルーブロードもマジで覚えられないパンの一つですね。
むず。毎朝パン屋で買ってくる朝食は憧れ。めっちゃわかる。めっちゃわかる。買ってきたパンとさ、なんだろう、コーヒーとかとさ、ミニサラダみたいな朝食ね。めっちゃわかる。超憧れ。デニッシュピスペストリー。デンマークむずいんだよな、これ。カイザーゼンメル。オーストリアもむずい。なんかやっぱさ、あんまり馴染みのない国の言葉って本当に脳みそに入ってこないなって思う。こんばんは、フォローしました、ありがとうございます。こんばんは。ハパンレイパとかね。ハパンレイパ、こう口に出すことでね、覚えられたらなって今思って、今口に出してみんなと共有してるよ。フィンランド、ハパンレイパ、ペルナリンプ、カレリアンピーラッカ。半濁点が多いね。半濁点が多いね。難しいな。次、中南米、トルティーヤ、ポンデケージョ。この辺はね、聞きなじみありますね。ポンデケージョとかコンビニの人気商品なのね。大好き私。あのちっちゃいチーズみたいなのが入ってるちっちゃいこれぐらいのパンね。あ、中南米1ページで終わった。アメリカ、レーズンブレッド。やっぱさ、アメリカの言葉ってさ、全部聞きなじみあるの。ホットドッグ、ベーグル、マフィン、ドーナツ。優しいね。優しいよ、ほんと。やっぱ英語って入ってくる。あ、中近東アフリカ、エキメキ、バルバリ、ピタ、ホブスアラビー。はあ、難しい。難しいね。めっちゃむずいや。ケバブとかもパンの部類。ケバブってあの本体は肉ですからね。ケバブはあれだけど。エチオピア、インジュラ、ダボ。ダボ？ダボって何？これ日本のパンのページの安心感半端ない。コッペパン、カレーパン、チョココロネ、メロンパン。めっちゃ安心感あるわ。終わった。あー、マジで何だったっけ。テッシーナブロートとかスイスか、どこの国か分かんないわ。名前だけこう五感で覚えても。テッシーナブロートとビューリーブロート。タイガーブロートは一回作ったことあるんで正直分かるんですよね。やっぱ一回作ったことあるとね、分かるんですよ、どういうのか。こんばんは。タイガーブロートってオランダのやつなんですけど、なんかパンの表面に、まあそれこそだ、メロンパンみたいな感じで、メロンパンはパンの生地の上にクッキー生地を乗せて焼くんですけど、タイガーブロートはなんか、なんて言うんだろうね、それなんか変な別の生地をこう乗せてなんか焼くんですよ。それがちょっとタイガー柄に見えるので、トラ柄に見えるのでタイガーブロートって言うんですけど、作ってみないと覚えられないね、名前はね。なかなか難しいことだ。でもこんなにいっぱい種類あって全部作ったことあるって言えるわけじゃないからさ。プンパニッケルとかマジで覚えられないからね。プンパニッケル、プンパニッケルって何。難しいわね。頑張ります。する。ふう。で、作ったことあるって強いよね。なんかこの教科書テキスト読んでて、タイガーブロートってちょっと美味しそうじゃんと思って作ってみた。去年かな。そう、去年作ってみて。結構美味しかったです。なんでみんなも作ってみてください。無茶ぶり。
無茶ぶりです。みんなも作ってみてね。今日ねメイクすごい上手いったの。話変わるんですけど、眉毛めっちゃ綺麗。今日めっちゃ平行じゃない？今日眉毛すごい上手にできた。目もね、あー配信だと分かんないけど、まつげにキラキラを乗せてるんですよ今日。したらさ、やっぱさすごいね、みんな現場に行ったらさ女の子が多いからか分かんないけど、みんな目にキラキラ、まつげにキラキラつけてるってさ、マジ出会って3秒くらいで気づかれてさ、みんなすごいと思って。私人がそんなメイク変えても絶対気づけないのに、みんなよく気づけるなと思って気づいてもらえて嬉しかった。そう、今日はなんか気合を入れてみた。別に何もないんですけど、そう別に何か理由がなく、何も理由はなく、わかるもん見て。さやは多分気づけないよ、人がまつげにキラキラを乗せていても。でまつげキラキラ乗せてるとなんかうるうるして可愛いんですよ。そうなのでやってみました。本当にさ現場みんな可愛い子しかいないからさ、少しでも自分もその仲間入りができるようにマジで毎日しっかりメイクしてってる。えらいね。もうすっぴんとか絶対無理やから、少しでもみんなの可愛いに便乗できるように頑張ってる。こんばんは。そうまつげにつけるキラキラを持ってるんです私。ずいぶん使ってなかったんですけど、今日めっちゃ久しぶりに何ヶ月ぶりかにつけてみました。眠くなってきましたね。ところでもうすぐホワイトデーですが、今ショールームはまあこの背景を見てわかる通りホワイトデーのなんかイベントやってるようです。なんだっけな、何ポイント以上だったかな、30万ポイントでなんかホワイトデーギフトがもらえるよみたいな、サムシングだった気がする。もらえたら嬉しいなとは思ってますけど、あと今日は、あそう今日なんかそのみんなでさ雑談談笑会みたいなしたんですよ。早く終わったからちょっと稽古場に残ってちょっと話しようみたいなしたんですけど、そんなに自分が話してる時に、あもう話変わりましたよちなみにね自分が話してる時になんか、いやもう箸にも棒にも引っかかんなくてみたいな言ったら、なんかみんなにどういう意味みたいな難しい言葉知ってるねみたいななって、なんかちょっと気まずかったこんばんはなんかさ全然普通にさ、私はもうなんかみんな知ってる慣用句ですよね多分ね、慣用句だと思ってさ言ったらさ、なんか本当にみんなにポカーンってなってさ、え何みたいな、どういう意味みたいななって、なんかあすごい知識ひけらかした嫌なやつに、嫌なやつみたいになっちゃったと思ってすごい気まずかったそう、えマジでさみんなが知ってる言葉だと思って使ったからさめっちゃ気まずかった。そう言いません、でも
いやもう箸にも棒にも引っかかんなくてもう困っちゃったよみたいな。言わないのかな。じゃマジでなんだろう、マジで普通に言っちゃった。ちょっと恥ずかしかった、逆に恥ずかしかった。あ、なんかすごい嫌味なやつになっちゃったかもと思ってちょっと嫌な感じになっちゃったかもと思ってもうさえばみんなにいかに嫌われないかという生活をしてるのにもう少し上の世代から。マジ？そうなんだ。そっか。でもさえは多分これ小学校の時から使ってるよそう、小学校の時から使ってるけどね、記憶では。じゃあここでいろいろひけらかそう。いや、ひけらかすって言っても別に人よりこんな言葉知ってますみたいなの別にないんですよ。そう、ただたまになんか言うとんみたいな顔されて、あ、こういう意味でみたいな気まずーってなるそう、自分ではもうみんな知ってる、万人が知ってる言葉だと思って言ったらなんかんって顔されるの。んって、こんばんは。そう、慣用句とかことわざが相手に伝わらないときにすごい、あ、気まずい、あってなるこれあるあるだと思います。サリンは語彙力高い方だと思う。まあなんか本を読むタイプの人間だったからこう培われた説はあるやもしれんな、もしかしたら。なかなかね。こんばんは。でもさ、自分はさ語彙力ないなと思うの、なんかこういう感情を今表したいって時に的確な言葉が浮かばなかったりするから、うわー語彙力が欲しいと思うんですけど、だからまだまだ足りない私の語彙力。津田山けんけんさんギフトありがとうございます。いつもありがとう、こちらこそありがとうございます。津田山けんけんさんありがとう。意外な子が急に難しい言葉使うと感動する。おお、時代劇世代は語彙力が高い。あ、そうなんだ、時代劇は結構、まあ確かに昔の言葉使ったりするから難しい言葉いっぱいしてそう。でもさ、時代劇見たことない。そう、見たことないは嘘か。いや見たことないな、多分時代劇見たことない。あと熟語も知ってる。あ、最近なんかこういう言葉あるよなと思ってもずっと思い出せなくて調べて、あーそれそれってなって新たに知識に加わったのが忘却って言葉と呪術って言葉ですね。金銭の呪術とか、すっかり忘れてたって意味の忘却、これが最近ずっとなんかそういう系の言葉なんかあって、なんだっけなーみたいな、いや違うかみたいなずっとやったんですけど、最近ね調べて解決した。忘却っていう言葉をまあ忘却してたそう、こんばんは。
推しに的確に感想とか伝えたいのに結局可愛いすごい良かったとかなっちゃう。めっちゃわかる。あとなんか起きた時もさ、あ、試験さん初めまして、なんか的確な言葉で言いたいけどさ、やばいしか出ないよね。あーやばいみたいな、え、やばない、え、やばいよね、いや、やばいわ、いや、やばすぎみたいな、もう全部やばいでいけるやんみたいな。もう全部やばいで、やばいとえぐいでいけるやんみたいなね。そう、すべての感情をちょっと、すべての感情に対して使えるさ、無敵の言葉がさ、日本語にあるせいでさ、明らかに語彙力落ちてる。だって、あ、これ美味しいっていう時も、え、これやばいよ食べてみてってなるしさ、なんか嬉しい時とかも、え、やばいどうしよう、やばいってなるしさ、悲しい時も、やばい終わったマジやばいみたいなさ、もうやばいで片付けられない感情ないんじゃねってぐらい、やばいが汎用性ありすぎる、やばいの汎用性が高い。全部いけるよね。やばいって言葉だけで演じてくださいとか言っても大体いけそうだもんね、どの感情でも。そう、こんばんは。でもなんか外国人が日本語学んでて一番むずい単語、え、やばいらしい、やばいらしいよ。いろんな意味文字すぎて。でも確かにさ、やばいってさ、例えば英語で分かんない言葉あったらさ、和英辞典とか英和辞典とかで検索するじゃん。あ、どういう意味なんだろうみたいな。やばいってさ、分かんない、辞書で調べたことないし、やばいって言葉があるかも分かんないけど、もしやばいっていうのをこう英語の言葉と紐付けるとしたらさ、もう無限にあるやん。そう、嬉しいでも悲しいでも楽しいでも怒ってる時でも焦ってる時でもなんか辛い時でも全部やばいでいけるやん。そう、マジやばい、いや、マジやばいなと思う。もうだって今ナチュラルにやばいって口から出たしね。めちゃくちゃ難しいんだろうなと思うね。大変だ。まあでもやばいが便利な言葉だからこそ、できるだけこうやばいを使わないでこう表せるように、あ、言葉は一応いろいろ持っておきたいですけどね。ちなみに紐付けるってみんな使う？私は使うような気がするけど、みんなどうですか？結構さ、口頭でも言うよ。誰々に紐付けて考えたらこうじゃないみたいな使い方よくします。慣用句調べてみよう。みんなでさ、これは難しいか難しくないかジャッジメントしよう。さやが使う慣用句言ってくわ。慣用句、なんだろう、慣用句って種類がありすぎるな、むずそうなやつで、箸にも棒にもかからないってさ、慣用句なのかな、そもそも。この慣用句辞典には載ってないが、箸にも棒にもかからぬ、これは何、どういう言葉なの。慣用句とかじゃないのかな、ちょっと分かんないですね。慣用句ってちょっと奥が深すぎてちょっと分かんないんですけど。箸にも棒にもかからない、なんだろう、あと
本腰を入れるとかね。本腰を入れるって確かに若い子が使ってるイメージないかもしれん。さやは言うけど身も蓋もない、身も蓋もないが通じないことってあるのかな。結構使うなさや、ツッコミでよく使うよ。それは身も蓋もなくないみたいな。使いがちガチガチ。こんばんは。おんの字、おんの字言うわ。でもさ、なんか世の中のなんだろう、ギャルとかが使ってるかって絶対使わないもんね。おんの字じゃん、おんの字じゃんって使い方やばいけど言うんだよな。さ言うのやばいな、そうやって考えると。慣用句ことわざ一覧。取り付く島もない。あー、それは使わないかもしんないな。取り付く島もなくないとは言わないかもしれん。意味はわかるけどね、言わないけどわかるわ。一矢報いるとかね。慣用句ことわざ時点めっちゃおもろいぞ。あーってなる。後ろ髪を引かれる、それ後ろ髪を引かれる使うわ。こんばんは車検さん、後ろ髪引かれたんだよねみたいな、めっちゃ使う。これもう口癖の一個手前ぐらいには使うわ。口癖とは言わないけど。こんばんは。なんかこの前さ、なんかめっちゃおしゃれなカフェあってさ、すごい美味しそうなケーキあったよ。マジ超入りたかった、マジ後ろ髪引かれたんだよね、いや行けばよかったなみたいな、めっちゃ言うね。言います。すごいよね。まあ普通使わないもんね。でもさ、慣用句とかことわざのいいところってさ、ニュアンスが伝わりやすいとこじゃない？まあそのために生まれたんだと思うんだけど。なんだろう、いや美味しそうなケーキがあってさ、めっちゃ食べたかったんだよねって言うとさ、どのくらい食べたかったのかあんまりよくわかんないじゃん。あ、ちょっと美味しそうって思ったぐらいなのか、もう入ろうか入る前か、こうちょっと足踏みしちゃうぐらい迷ったとかわかんないけど、いや後ろ髪引かれたんだよねって言ったら、あ、結構行きたかったんだなみたいな、結構こう通り過ぎた後もそのケーキ屋さんが頭から離れなかったんだろうなみたいなさ、こう、まあ、相手もその言葉を知っていればというのが前提にはあるんですけど。でもこう伝わりやすいじゃないですか、ニュアンスが。どのくらいの気持ちだったのかとか、どんな状況だったのかみたいなのが、だからすごい便利だなと思うんですけど、まあ大前提としてお互いその意味をしっかりと理解していないと、あのその効能が発揮されないということがあるので、あのなんだろう、むやみやたらな対応は避けたいところですね。そう。こんばんは。なんかでもそうだな、
学生時代の友達とかだと、みんなね、なんだろう、多分その詳しいんですよ。なんかやっぱルイは友を呼ぶんだと思うんですけど、本読む友達が多いんで、みんな結構語彙力あるんですよ。そうだから、なんかそういうことが起きないんですけど、東京だとよくある、なんかんみたいな、喋ってみるとどういうことで、キョトンとされることが多くて、ルイは友を呼ぶが確かに、あ、すでに確かに、まあ周りに伝わらなくてもいろいろな言葉を知っとくに越したことはない。これも慣用句、確かにそれも慣用句っぽい言い回しがね、言うよね、知っとくに越したことはないとかさ、やっとこうみたいな、やっとくに越したことないから一旦やっとこうみたいなさ言うけど、確かに絶対にそういうサムス慣用句とかことわざだね、慣用句的なやつですよね。難しいね。だからいかにどの相手にも伝わる言葉を選びをして会話をできるかっていうゲームですよね。まあ最悪キョトンとされたら別に説明すればいいからね。言ってみて、あ、相手分かんなそうだなって思ったら言い換えてあげたらいいから、別にまあ言ってみればいいのか一旦確かにそれはありますな。サリの口癖って何？そう自分の口癖が分かんなくて、最近多用するのは素敵ってめっちゃ使う。素敵とか、あとなんだろう、口癖よく言ってるのなんだろうね。分からん。なんか全ての相手へのリアクション、素敵ってね何でも使えんの。相手がなんか話しててさ、なんかこういうことしたんですよねみたいな言っちゃう、あ、めっちゃ素敵じゃないですかとか、あと最近こういうのが好きでさみたいな言われたら、あ、めっちゃ素敵、素敵な趣味ですねみたいなさ、マジで素敵って相手も言われて嫌な気持ちにならないし、汎用性ありすぎて無敵な言葉だと思ってるそう、だからなんかメンバーと話してる時とかに素敵は言わないけど、目上の人と話す時マジ素敵の多様やばい、素敵以外の感情ないんかってぐらい素敵って言っちゃう相手も気づいてそう、こいつ素敵っていう語彙しかないんかって思われてそう。逆にって逆にでもないのに使っちゃうときない？めっちゃある。逆にありじゃないとかさ、別に普通にありだわ、でも普通にってめっちゃ言うかも。普通にも言うわさ、今言ってみたら、なんかしっくりきた、口がスラスラ回った。こんばんは。普通にもめっちゃ言うさや、普通にめっちゃ良くないとか、いや普通にさみたいな、めっちゃ言う。あと口癖、口癖っていう枠組みからちょっと外れるかもしれないけど、なんとかっすよねみたいな話し方めっちゃしちゃう。なんかちょっとチャラい若いやつみたいな話し方しちゃう。なんとかですよねって言わないで、あーそうっすよねとか、え、なんとかじゃないですかみたいなそういう喋り方しちゃうね。頭悪そうな喋り方だな、よくないね。
変な話って喋り出す人いるけど、何が変な話なのか分かんない。変な話も言うけど、私も使うときは使うけど、そんな対応はしないかも。こんばんは。あとですね、それこそっていうかも、今パッと思い出した。いや、それこそこうじゃないとか、それこそこれことあったよねとか、なんかそれこそめっちゃ使うかも。それこそってなんかただの接続詞みたいな感じなんですけど、言っちゃうかもな。こんばんは。普通って何よって言ってくる人が苦手、そこに触れないでほしい。え、そんな人いる？それ普通にとか言って、え、普通って何って言われたことないんやけど。それはなんか困る。いや、普通は普通じゃんみたいな言っちゃうかも基本的にって結構言っちゃう。基本的に、あー、多分口癖とは全然言わないけど、たまに使うかも。それこそは配信でもよく聞くね、言うよね、よく。なんか話の接続でさ、対応しちゃうね、ついつい。あとね、知らんけどってめっちゃ言う。え、なんとかじゃない？いや、知らんけどみたいな。何の責任も取らなくてよくなる最強の語尾、知らんけど。なんでもないのに、でもで話し始める人も良い。いるね。否定から入るのって良くないなって最近すごい思うんですよね。そう、でもって言うとなんか相手をこうパッて否定した感じになっちゃうから、否定する言葉をできるだけ使わないで話したいなって考えてるけど、言っちゃうときは言っちゃうね。やぶさかではないとか使いそう。いや、使ったこと全然あるわやぶさかではないとかさ、マジでさ、若い子が使ってるイメージなんにもないのに、なんで最後言っちゃうんだろうね。多分おかしいやん。やぶさかではない、言うな。的確なコメントすぎてちょっと今刺さった。言うわと思って、嫌だわ。やぶさかではないとか言う20歳ちょっと嫌だかもしれん特にないって言うとちょっとあるんかって言われる。特にないね、言っちゃうよね。でも特にない、なんか質問とかありますかって言って、あ、いや特にないです、大丈夫ですとかさ言うけど、ないんだよね別に。でもなんか確かに受け取り手からしたら、もしかしたらなんか言うほどでもない、なんかちっちゃな何かがあるんかなって。確かにそういう受け取り方もできなくはないから、確かにそのツッコミが入る理由もわかるな。いかんせん、あー、いかんせん使うわめっちゃ使うわ。いかんせんめっちゃ使います。でもいかんせんも他の人が使ってるとこあんま見たこと、他のメンバーが使ってるとこ一回も見たことないわ。いや、サイがいかんせんっていう時さ、何人かのメンバーはポカンってしてるのかな、サイが気づかないだけで。知らん言葉やなって思われたりするんかな。だとしたらめっちゃ気まずいやん。そうですよねから入ってしまう。わかる、相手と話しててね、あー確かに確かに、そうですよね、そうそうそう、私もみたいなそうですよね、めっちゃ使うね。何気に使うよね。何気にはでもみんな使うんじゃない。何
はでも周りが使ってるのも聞いたことあるかも。サイも使うし。うわー難しい。言葉選びってさ難しいですよね。万人、まあ、全ての人間に伝わるように話したら多分本当に小学校1年生の教科書みたいな話し方になっちゃうからあれだけどさ、まあ8割ぐらい大方大体の人に伝わるような話し方はしたいじゃないですか。8割ぐらいの。だからもうその相手によるってことですよねきっとね。言葉選びは何かこの前高校の時の友達、高校ってさ大体まあ同じレベルの人が集まるじゃないですか。で高校の時の友達とベタベタ喋ってて、いやマジこれがさできなくてさ自分人間失格だわみたいな、相手が言ったんかな。で私がいや太宰治かよみたいな、違う私が人間失格って言ったのかな、わかんない、どっちかがそう太宰治かよみたいなツッコミしたんですよ。私か友達か忘れちゃったけど、その時になんか友達とこのボケとツッコミが成り立つのって多少の教養ないと無理じゃねって話になってそう伝わらんよねみたいな、普段そうインテリジェンスボケとインテリジェンスツッコミだったねって話をねしたのをね今思い出しました。往々にしてとかたまに出ちゃう。往々にして言うかな、言いはしないけど全然わかるな、使う可能性もなくはないって感じ。なきにしもあらず、なきにしもあらずもなんか慣用句っぽい。うわめっちゃ使うこれサリン今日いつも以上に目すごく可愛くない？え嬉しい、今日ねメイクすごいいつもより頑張ったんですよ、嬉しい。なんか今日変えたんですよ、なんか最近なんだアイラインめっちゃ長く引いちゃってたからちょっと短めにしてみて、なんかちょっと変えてみたんですよね。やっぱ教養があるねって褒められたいよね。でもさなんかなんか言葉選びが頭いいよねとか言われた時なんて返したらいいか分かんないから、その頭がいいねとか教養があるねって褒められた時すごいどうしようとなるんですよね。なんて答えたらいいんですか、みんな助言をください。めっちゃ可愛いですよ、ありがとうございます、嬉しい、こんばんは。なんか可愛いですよみたいな、可愛いですねみたいな褒められ方さ、本当ですか、ありがとうございますみたいなさ、嬉しいって言えるけどさ、たまいいよねって言われた時ってさ、なんかちょっとなんて答えたらいいか分かんないんだよね。いやそんなことないですよっていうのもあれだしさ、そうですかねみたいな、こうごまかしっていうか濁しがちそうなんかありがとうございますって言ってさ、頭いいのをさあそうです私頭いいですよってさ思ってる感じに捉えられそうじゃん。ありがとうございますだと否定しろよってなる可能性あるじゃん。でもあんまり否定、いやそんなことないですよとか言うとさ、例えばさそのみんながわかんない慣用句とか使っちゃった時にさ、いや頭いいよねって言った時、いやそんなことないですって言ったらさ、それ以下ですみたいな言ってる感じになりそうじゃん。だからマジで褒められた時の返し方めっちゃむずいと思う。あーとんでもないです、あーフォーマルな場面だったらそれいいですね、いやいやいやありがとうございます、いやでもとんでもないです、いやとんでもないです、でもありがとうございますみたいな、とんでもないですめっちゃいいかも。
でも普通にカジュアルな場面でとんでもないですって言ったら急に堅苦しいってなるやん。むしろなんかそれもなんか頭いぶってるになりそう。うわー、気にしすぎ、気にしすぎ説あるけど、むずいな、めっちゃむずい。こんばんは。いやーってはにかむ。え、そうだ、今までの私はもうマジで、いやー、でもそんなですけどね。ただ結構本読むからですかねみたいな、はにかんでたいつも。うんってそう、とんでもないです、たまにとんでもないのとでございますだよって、人によって訂正していく。え、なに、とんでもないのとでございますが正式なの？そんな言いにくい言葉なの？正式な文章、とんでもないです、あ、とんでもないことでございますか、とんでもないことでございます、とんでもないですにしよう。もう多少文法が間違っていっても、もう現代のなんだ、なんて言うんです、あー言葉パッと出てこない、スラング、そう、現代のスラング的な感じでもう流行らせていこう。なんかあれですよね、レジとかで1000円からお預かりしますとかも、なんか日本語的にめっちゃおかしいから違うみたいな、よく記事になりますよね。からお預かりしますはなんか日本語が気持ち悪いから間違ってるみたいな、よく聞くけど、まあ伝わればよくないって思いますけどね。伝わればよくないって正直思ってしまいますけれども、私はクレヨンしんちゃんみたいにそれほどでもみたいな、なるほど、しんちゃんになればいいのか、しんちゃんの真似が上手かったらそれやってたな。褒められた時の対応ってむずいですよね。なんか私結構人にめっちゃ可愛いって言っちゃうんですよ。なぜなら可愛い人に可愛いって伝えたいから、可愛いって言ったら嬉しいやん、だから可愛いって伝えるんですけど、多分可愛いって言われたら返答に困る人って多分絶対いる、一定数いると思うんですよ。なんか私だったら、あ、本当ですか、ありがとうございますみたいな、もう否定するのやめたんですけど、昔はなんか可愛いですねって言っても、いやそんなことないですよって言ってたけど、でも可愛いと思った相手の感性を否定するのはちょっと失礼かもしれないと思って、最近はいやありがとうございます嬉しい、そんな言っていただくことないんでみたいな言うんですけど、でもさ、相手もさ、その私はもうそうやって乗り切るって決めてるから別にいいんですけど、相手はさ可愛いって言われてこう反応に困るなって思う、あ、反応に困ってるなこの人って感じるわけですよ。私は人にいっぱい言っちゃうからこそ、いやーみたいないやーっていう人は大体、あ、反応困るなって思ってると思うんですけど、でも言っちゃうんだよね、だって可愛いんだもん、そう可愛いんだもん、言っちゃうんだよ。で、相手を困らせてるなと思いながらさえはみんなに可愛いって言い回ってる。そう、本当にね、可愛い人大好きなのよ私、可愛い女の人が大好きすぎて。でもなんかさ、今日もなんかみんなでお話しするときに椅子を丸くしてさ、話してたんだけど、なんだろう、ちょうど目の前になんかいた人、いるキャストさんとなんかみんなで話してるときにすごい目が合っちゃったの。なぜかというと、私がその人のこと可愛いと思ってるからめっちゃ顔見ちゃうから、目の前にいるってのもあるし、目の前に2人いたんですけど、2人ともさえの好きな顔すぎてめっちゃ見ちゃったの。そうさ、めっちゃ目合っちゃってさ、すごい気まずかった。なんかやばい、めっちゃ見てんのバレたかもと思ってめっちゃ見てんのバレ、もしかしたらバレたかもと思って、そうちょっと目合って気まずかったね。さえが可愛い人をめっちゃ見てるのバレたかも、ちょっと気まずかったです、目で追っちゃうんだよね可愛い人のこと、だって可愛いんだもんね。あれさ、今日7時半に配信始めませんでした？
なんかもうすぐ9時だと思うんですけど、あれですよ、そんな長く配信した？あれですよ、7時半ですよね今日始めたの。え、そんなに時間経ちました？眠気もどっか飛んでったし楽しくなっちゃった。え？あれ？そんなに話しましたっけ？そろそろ終わりもしますか。えさ、今日眠たいからあまり長くできないやと思ってたんだけど、あまり長くできないから今日短く30分ぐらいで終わっちゃうかも、わみんなに申し訳ないなと思ってたけど、気づいた1時間全然回ってたんだけど、あらびっくり。途中からめちゃくちゃ上手になって、そう、前半30分くらいなんかコメントもいつもより流れがちょっと割とのんびりめだったし、私の脳みそものんびりめに回ってたので、ちょっとあんまり言葉がポンポン出てこなくて、あ、どうしよっかな、今日あんまり盛り上げる配信できないかも、どうしよっかなって思ってたけど、気づいたら頭回ってたわ。この調子でお風呂入って早く寝よう。明日ね、朝からなんです稽古が。頑張ります。早起きして、早起きします。早起きして早起きしますみたいな日本語今終わってたんですけど、あ、そうね、今日ね、今日ここに尻尾貼ってるんですけど見えるかな、なんか寝違えたか何かで首めっちゃ痛くて、あの昼間めっちゃ痛かった、今ちょっと治ってきたからだいぶいいけど、ちょっと痛かったな。そう、なんか寝違えたっぽくて、なんか暖かくなってきて寝相が悪くなってきたんですよ私の。寒い時期ってさ、寒いからさ、マジで微動だにしないで寝てたんですけど、最近なんか毛布は一箇所に丸まってるわ、髪の毛はすごい寝癖だわ、あの寝違えるわみたいな、もう寝相がほんまに悪い。そう、最近良くないですね。暖かくなってきたなっていうのを自分の寝相で感じてます。寝相の有無、寝相の悪化によって気温が上がってきたことをか感じております。私まあでも寝癖ね、まあ短いんで髪の毛、寝癖でふわーって爆発しててもあのブローすれば一瞬で治るんでね、最高、それはマジ最高だなって思ってます。頑張ってください。こっそり応援します。いやー、こっそりだなんて言わないで普通に応援してください。お待ちしてます。全然見に来たりコメントしたりしてくださいね。さて、こんばんは。ということでぼちぼち終わりにしますか。ランキング読みますね。今日のこの後の予定はお風呂に入って、お風呂上がったらストレッチして、パンシェルジュの本を読みながら眠くなったら寝る、これです。黄金の予定これだ。よし、ランキング読みます。13位ともちさん、ありがとうございます。12位黒狐さん、ありがとうございます。11位マンダリンさん、ありがとうございます。10位ケンケンさん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位ラッピスさん、ありがとうございます。7位マサトさん、ありがとうございます。6位ピアノマンさん、ありがとうございます。5位バイコトさん、ありがとうございます。4位ヤチさん、ありがとうございます。3位ツナちゃん、ありがとうございます。2位トメさん、ありがとうございます。そして1位はたてやまケンケンさん、ありがとうございます。イエイ。ということで皆さん、お付き合いいただきましてありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。